はい、どうも。えーっとですね、このチャンネルはですね、いかにね、こう、健康的な生活スタイルを実現して、病気せずに100歳プラスアルファまで長生きするかをテーマにね、米国から健康情報を発信してます。そうですね。えーまあ前回に続いて食べてはいけない癌になる食べ物4選というと、そのパート2ですね、4選を今回もやってきます。すっごくね、こう、大切な情報ですので、最後までよくこう、聞いててください。 でまあ、前回と一緒なんですけど、ガ、ま、ン、あ、はね、日本人の死因の第1位なんで、ガン予防できるので、ねあの、日本はね、えーまあ、こういった情報でもうガンが一番ならない国と、ガンの発生率が一番低い国だというふうにしていこうというね、えー、そのぐらいの気持ちでやっていきましょう,う,うで、ねまあ、バランスが大切です。まあ、食事の話をしてきますけども、まあ、健康というのは4つのファクターが大切で、 食事、運動、睡眠、心の健康、スマイル、ワクワクということで、まあ、ワクワクしながら、スマイルしながらこうやっていきましょうという、ね、ちょっと冗談を折り混ぜながらね、できる人はね。まあ、あのー、そうですね。こう、四つ大切なので、よくやっていくということで、まあ、その中の食事をやっていきますね。で、まあ、癌になる原因から100%逃れることはこうできないので、食事で癌を抑制する食べ物おっていうのを取っていくのが大重要なので、まあ、前々回ですね。 以降、前の3回のビデオでこう集中的にね紹介したんですけども、今回はですね、がんの原因になる食べ物ということで、パート2の4千ですね。これ間違ってますね。食べてはいけない、がんになる食べ物4千パート2ですね。を紹介するということで。まあ、こういった、その大きく分けて、その食べ物の中のこうまあグループ分けがあるんですけどもじ、もう直接発がん性があるものとか、糖尿とか肥満の他のね、病気になって、その、 がんになる確率が上がってしまうということとか、あとは体の免疫力を下げたり、体を炎症状態にして、がんになるリスクを上げてしまうという、そういったものがあるということですね。 で、まあ、自己紹介ですけども、ええー、私はそこは30歳の代前にアメリカに渡って医学を勉強して、現在アメリカで医師をしてます。ええー、生活スタイル、食事、行動を治療することで、たくさんの、ね、患者さんに元気になった、健康になったって、こう感謝されています。まあ、この経験を生かしながらアメリカに住みながら、日本の皆様の健康に貢献したいという思いから、このチャンネルを始めました。ね、繰り返しこのチャンネルを見ていただければ、かあの、病気せずに長生きする確率が確実に上がりますので、ぜひともね、この、 チャンネルを見ていただいて、えー、健康的な生活スタイルをこうやってってほしいなと思いますで、えー、戻りますけども、えー、食べてはいけない外になる食べ物のン線その1ということで加工食品超加工食品ということですね、まあ、英語でプロセッスドフーズとかあとはウルトラですね超ですねウルトラプロセッスドフーズってこう言われるんですけども これはね、こう工場で作られて、本来私たちが受ける自然の食べ物からの恩恵が、こう、得られないということなんですね。まあ、加工されることで大切な栄養素が壊れたり、除去されたり、こう、してますし、あと、さらに、そこに添加物を加えて、味を変えて、食感を変えて、色を変えて、風味を変えて。まあ、人類ね、科学が発展して頭は良すぎるので、もう、とにかくいろんな工夫をするんですよね。で、保存期間長くしたりとか。 ね、いろんなものを化学物質を入れて、あのー、たくさん売れるようにお、ね、い、えー、しくしてたくさん長く保存できて、えー、たくさん売れるようにしてるということなんですね。で日本の加工食品には海外で禁止されている添加物が加えられているものもあってその中に発がん性のものもあるということで実際にね、まあ、これら添加物っていうのはこう多数あるんですけども 今回はねこう一つ一つこう紹介しないんですがまあ、近い日に、ね、あのー、紹介はしたいなそういうビデオを作りたいなとは思っていますまあ、今回はこの加工されている食品ということを一括りにしてまあ、どうやってこうそこら辺を対処していけばいいかという話をしていきたいなと思いますねまあ、これは危険なものから自分を守る方法なんですけどもまず最初にやんなきゃいけないというのは原型をとどめているものを探すということですね。 まあ野菜、果物、夏類、タレ類、豆類、全粒、えー、全粒穀物ですね。粒が2回入ってますけど、これ全粒穀物です。ね。まずその、取れてきたものをそのまま買ってくるということですね。無農薬、有機、オーガニックね。こう、農薬廃止さんでは発がん性のものもあるので、で、こういったものはもうそのままがんを抑制するファイトケミカルが入っているので、こういったものをこう食べていくということですね。 でお魚も生とか生を冷凍したものですねで養殖はなるべく避けるということで,で養殖を使う場合はよくその養殖するのにどういった餌を与えてるとか、ね、そういったことをこう、えー、気をつけるということですねそういうものを手に入れるということですね加工されていないものですねオメガ3というのはがんを抑制するので、まあ、あのこういったものを食べていればがんを抑制してもらえるしがん を発生ということです、ね、発がん物質も混ざってないということですね。で、まあ、脂身のない鶏肉、えー、とかささみとか、胸肉とかいうのも、あのー、このチャンネルは進めてましたけども、生か生かあを冷凍したもの。で、なるべく放し飼いで、えー、作ったもので、餌も無添加オーガニック。ね、餌は何を与えてるかっていうのもすごく大切なので、 あとは卵ですよね。なるべく話し飼いで、えー、サマー無添加オーガニックのものでこうやっていくという。こういうもう、あの、原型をとどめている、加工してないものを買ってきて、家で調理して食べると。で、まあその調理の仕方も大切なんですけども、まあそれをまた話していきますけども。次にですね、原型をとどめてないもので健康食と言われるものですね。これもよく調べてください。豆腐なと。 えー、豆乳ねこういったものをあのこのチャンネルで進めてますけどもまあ、よく調べてください私も、えー、ただそのこれをめくらで買ってこないですちゃんとどうやってるのかなと調べますね、まあ、無農薬有機オーガニックで作ってる豆から作ってるものとかあと遺伝子組み換えがないものねあと添加物入ってないとかねそういったものをしっかり調べてあのー やるということですね。あとはキムチ、漬物、味噌、醤油なんかもね、そういったものもこうよく調べて、これも同じですね。無農薬、牛乳、オーガニックで、遺伝子組み換えなし、添加物なしですね。あとは、まあ、魚缶詰。まあ、アメリカの場合でちょっと魚がなかなか手に入らないので、一番いいのは生の魚が同じ、いいんです。えー、缶詰必要でない方がいいですね、ほんとね。 アメリカの場合はちょっと生の魚が怖いっていうのはあるのでまあアメリカの場合は缶詰を私は買ってくるかまた冷凍のものですねで缶詰の場合もしっかり調べて、えー、かなり調べますでまあ養殖でないとか、まあ、無添加何も入ってないで缶が安全なものって BPA フリーっていうのねこれはもうアメリカでこうあのー、一般的なんですけどもこの BPA っていうのはもう体にすごく まあ、危ないので、こう気をつけるということですね。あとは食用油ですね。これも、あのー、まあ、このチャンネルでは。そのオリーブオイルとか、アマニ油とか、をこう進めてますけれども、それも、まあ、オーガニックで無農薬で。あのー、精製してないもの、変なプロセスしてないもの。で、低温圧搾法。ね、加熱してないもの。で、何も加えてないもの。っていうものを、こう。選んでいく、こういう、その。えー、まあ、しっかり、その。 健康的だと思われるものもしっかりね、えー、どうやって作られてるのかなと。こう原形とどめてないので、ね、そこはしっかりと原形とどめてないものは調べるということが大切ですね。で、大切ですね。で、あと、ね、原形をとどめてないもので、健康か健康でないかわからないとか、また健康でないと分かっているものはまま基本的に食べないというのが大切です。 でまあ、健康か健康でないとわからないものも,も安全性はですね各自自分で調べてください、まあ、コメントは結構あの聞かれるんですけどわからないです個々の製品に関しては、えー、あとはまあネットでその個々の製品に対してコメントするのもあんまりちょっと良くないなと立場的にはあんまり良くないのでそこは本当に自分で調べてもらうしかないですね えー、私にこうすべ全ての情報ないのでまあそれはもうほとんど不可能に近いですねお店の人に聞いたりとかメーカーに問い合わせるとかただその、えー、メーカーの人もね教えてくれない時もありますしだからもう分からないものは食べないというのが一番安全策です食べなくても生きていけるのでこの原型のものを買ってくればいいのでそれが一番大切な方法です一番一番体を大切にする方法ですこういう原型をとどめているもので 変な、その、物は入ってないものっていうのを、こう、買ってくるということですよね。で、えー、そうですね。必ず裏の表示を見るということですね。まあ、例ということで、自然界の原型、えーで、自然界の原型がないものですね。パッケージされているまで、瓶とか缶とか、プラスチックとか、容器とか、そういうプラスチックの袋とかにこう入っているもの、お惣菜とか、外食するとき、こ気をつけてください。まあた、ちょこっと食べるのはいいんですよ、たまに。それはもう、 あのどうしたってそのコンビニでちょっと買いに行ってこうちょっとお腹空いてるんで、まあ、ちょっとしょうがないからちょっと食べようっていうのはまあそれはしょうがないですよまあ週に1回とかしょうがないですけどもその毎日やらないということですねあとはせっかく原型をとどめてるものを家で買ってきても自分で余計な加工を家でしないということですね炒める焼く揚げるなどこう避けてくださいあとは煮るゆでる蒸すだけにするということですね 余計なこう調味料を加えない、えー、調味料もその自然なもの安全なものということをしっかり調べて、あのー、やるとで、まあ、自然な味を、ね、こう楽しむといったところですね、まあ、どういったところでしょうかということで、まあ、ここら辺、ね、100%こうできないんですがその、まあ、皆さんが車を選ぶ時、まあ、かなりの投資だと思うんですけど何百万という、ねまあ、品質で選ぶと思うんですよ値段だけではちょっと選ばない。 っていううのもあると思うんですよね品質からまず見てで値段をこう見ていくということだと思うんですけどもあのもちろん自分ねこう交通事故にあったらまずいわけですからそこら辺はねちゃんと品質っていうのは大切ですよね。でしかも前あのというとそのなんていうかな自分の食べ物を食べ,食べる時にも同じぐらいそのお金って、まあ、全体的に、ね、毎日食べるものですからお金っていうのはすごい使いますしね。 毎日こう自分の体に入り、自分の体の一部として働き出す食べ物ですということなんですね。その、つまり自分の体を作る材料ですよ、ね。だから高品質な体を作りたければ、高品質な食べ物を選ぶということですよね。自分を大事にするということは、ちゃんと食べ物をた、自分の体に入れる食べ物をしっかり選ぶということです。それがすごく大切です。ですから、そこら辺の、そこら辺のって言っちゃいけない。まあ、失礼ですけども、 加工食品に入っている添加物とかその加工の仕方とかってわからないのでそれがその、えー、まあ一応売られているということは安全基準を満たしているんですけども他の国では禁止されているものが混ざっていたりとかあとは本来そのえー、ほんと本物のたね食べ物 普通ね元気をとどめている食べ物から入る栄養素も取れないようなものがいっぱいあって、えー、そういったものでねこうお腹をいっぱいにしないということですねせっかく毎日食べるというのは胃を埋めるというそのスペースにどんだけ、えー、質の良いものをバランスよく取,れ取っていくかということなのでまあ高品質な体作りたければ高品質なものを選んでいくということで超健康的な体になって100歳、まあね、プラスアルファこう生きていける体。 というのは自分で作っていくということなので、食事で。そこはね、しっかりこうやってもらいたいなと思います。ただ、舌をね、満足させるだけで、お腹を満足させるだけではないということですね。ここの食の品質に関しては、もう最大限の注意を払って、最大限の時間とかないの投資をすべきということで、えー、そうですね、まあ,あ、加工食品ですね、食べてはいけないがんになる食べ物を4選その1ということで、加工食品、超加工食品ということでした。 で、次なんですけど、食べてはいけない癌になる食べ物です、4選、その2、えー、お酒、アルコールということで、まあ、アルコールは発現性物質ですね、えー、という研究結果があるね、ありますということで、量が増えれば増えるほど癌になるリスクが高くなるという研究結果があります。まあ、アルコールは肝臓で、アセトアルデヒドという発がん物質になりますね。でこれが DNA を破壊して体を酸化させて、また神経細胞を死滅させます。 なので、癌、老化の加速、記憶力低下、ボケということで、いいことないです、お酒は。ねえー、私もあー、まあ、ビール大好きなんで、えー、週に1回とか、2週間に1回、えー、解禁しますけども、控ええー、ながら飲んでます。飲みたい方は週1回の解禁デーで、ね、作って飲むということで、晩酌毎日しないでくださいね、絶対にね。えー、食べてはいけない癌になる食べ物4選、その2ということで、お酒アルコールでした。 で次なんですけど、食べてはいけないガニのある食べ物4選、その3ということで、白米。高 GI の炭水化物ということで、まあ砂糖とかね、砂糖、前回紹介しましたけども、ガニのあるリスク確率を上げるというね、話しましたけども、まあ同じ理由ですね、血糖値を上げてしまいます。白米とか、高 GI、ね、の炭水化物っていうの。高 GI の炭水化物は今ちょっと説明しますけども、体の炎症レベルを上げて、 がががんにあるるる確率が上がるという研究結果があるんですね高 GI の炭水化物っていうのは GI というのは Glycemic Index っていうんですねあとはねもう一つねあの違う指標があって Glycemic ド o d っていう高 g l っていうのもあるんですけどまあ高 g i の方が一般的かな食べた時にはどのくらいコケット値が上がるのかっていう目安なんですね 個人、まあ、への炭水化物の中にはあの白米、白いパン、小麦粉から作られるもの、パスタ、うどん、芋類とか、かぼちゃとか、シリアルとか、コンフレとか、オートミールとか、洋菓子せんべい。えー、こういったその炭水化物でできたもので、えー、血糖値がガッと上がってしまうものねで。常に血糖値が高い状態になって、糖化というのが起きます。エイジスっていうのができて、これエイジスって体に悪いものができてしまうんですね。まあ 糖化っていうのは体にあの糖がベタ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 くっついてしまうんですねプロテインにそうすると体の本来の、えー、機能がしなくなっていくプロテインができてしまってそれが病気になっていくということですねで糖化が酸化炎症ということからさまざまな病気とこう関連しているということでまあがん糖尿肥満高コレステロール動脈硬化ね動脈硬化になると血管が詰まるので心筋梗塞が脳梗塞のリスクが上がってきますね ボケにももななりまますし老化化加速させます酸化で,、えー、で腎臓のの機能の低下あーなんかも来てくるとだから主食がね、白米というのは間違いで、これはもうね、絶対に、まあ、いつか垂らされると思いますで。このチャンネルでは野菜、海藻、キノコのサラダに良質の健康的なタンパク質と脂質を加えたものを主食にしましょうと進めてますね。この主食は癌を抑制するためのが多く含まれてるんですよ、この、えー、ものは。 でもすごく体にいいのでそれを主食にしてくるとであの全粒穀物でカロリーが足りなく体重がねこう適正体重より下がってしまう場合に量を調整しながらこう食べていくということですねただ全粒穀物はすごくねあの栄養が高いので、まあ、少量ね、えー、そのサラダに薬として足すのは OK と移植同源ということで、うん、では前回のビデオからなんですけど前々回ですねその まあ全粒穀物って何なのかというと、玄米、雑穀、皮、冷え、きび、蕎麦の実、全粒小麦ね、えー、おみらみろ、つむぎ、きぬとか、そういったものですね。穀物で皮や灰を取り除いてない。ここに栄養がすっごいあるんですね。で、生成してない穀物。色は茶色が多いですね。白くないですね。で、皮とかが付いてるので、農薬、無、えー、農薬、有機、オーガニックでないとちょっとまずいという,いうことですね。 で白米や白い小麦粉はダメせっかく栄養がの栄養が取り除かれててこうじ合いで血糖値が上がってしまう白米や白い小麦粉はこれらいいところを削ってしまっているという灰、ね、とか、えー、皮とかね、まあ、残念な食べ物なんですけどおいしいですということで、まあ、主食にしないこれ現代人の間違いで、まあ、解禁に外食で、ね、お寿司とか食べるのはいいんですけどもあの自分自で、えー、主食にはしないようにしてください。 でまあ、普段は食べない外食で食べるようにする家に買ってこない、家にストックしない。えー、私、白米はもうやめてます。買ってこないです、家に。ただ、お寿司はたまに食べに行きますよ。おいしい、大好きなんで。えー、もちろん、この血糖値の上がる高時代の食べ方は中毒性ありますよ、もちろん。売れるので大量生産して安価で市場に出回ってます。もう炭水化物だらけです、世の中。まあ、1週間でいいですから、ちょっとね、あの、立ってみてください。 白米を立つ、白パンを立つ、うどんパスタを立つ、いもろを立つ。これをね、一週間でいいからやってみてください。その代わりにね、舐めるを増やしてみて、枝豆、えー、豆腐、そら豆、麺豆、そういったもので、ちょっとお腹を満たしてみてください。で、これでまあ体重が下がりすぎる場合は、う玄米でかざさこ,こを足してみてもいいんですけども、ちょっとここを立ってみてください。一週間ぐらい。 そうするとね頭がすっきりして12週間やできる人はやってもいいんですけど頭がすっきりして体が軽くなって体にこう力が感じられて、まあ、疲れにくくなって余分な脂肪が減ってこう皮膚がきれいになったり夜もぐっすりこう眠れるなというのがわかると思いますねもちろん他にあれですよあの悪いものを食べてたらダメなんですけど、まあ、こういったものちょっとね一回その立つっていうことを一回自分で試してみてくださいもうかなりかあの体の違いがわかると思います ということで、まあ、普段からね、しっかりと自分の行動と選択の治療をしてあげて、こう、中毒、こう、治してあげてみてください。ということでね、あの、食べてはいけないガなる食べ物、4千その3、白米、高 GI の炭水化物でしたで。次なんですけど、食べてはいけないガニの食べ物、お4世、その4、揚げ物。揚げ物は加工肉の次に危険です。まあ、ちょっと本当に怖いということでね、ね、食べ物を高温で揚げると、エイジスという糖化した物質ができるんですね。 これは、週末10日、サムス・エイジーズ、アドバンスト・グライケーション・エンド・プロダクツというんですが、これを、その、これね、たくさんの種類があって、いろいろね、あらゆる、まあ、病気の原因あ、病気の発症の原因になっているとお、今すごく研究されてますね。で、アキロアミドというのも、あの、その、えー、あれですね、揚げ物。 ね、するとできるので、ね、炭水化物を混んでるところアキリルアミドっていうのができて、アクリルアミドですよ。これはまあ、強力な発ん物質ということで、ね、揚げ物の衣っていうのは炭水化物ですから、まあ、ちょっと怖いなと。まあ、あとはね、ポテトとか、まあ、すぐ揚げますよね。また、揚げ物に使う油がこう酸化して、その酸化した油が体を酸化させる。酸化炎症ということが起きるということですね。あとね、あまあ、油をね、こう熱して何回もやってると、トランス脂肪酸っていうのができるんですね。 これも体に炎症を起こします。特に動脈の内気,内気を傷つけて血管の詰まる病気、動脈硬化っていうのを起こしますね。動脈硬化が起きると、心筋梗塞、脳梗塞ということになってくるので、まあ、とにかく揚げ物はこうやめましょう。似たようなね、えー、炒め物とかバーベキューなどもこう控えていきましょうということで、まあ、加工肉と同じように解禁例で月1回、1回ぐらいにしておきましょうということで、家ではやらない外食だけにするということでね。 で家での調理法は茹でる、煮る、蒸すだけにしておいてくださいね。で、この時にお酢とかレモン汁とか酸性のものを入れると、まあ一応熱加えてるんですが、まあ、イージスの性質が低くなるので、こうやってみてください。ということで、この蒸す、煮るとき、茹でるときにね、このお酢とかレモン汁を入れるといいということですね。ということで、食べてはいけないガイドになる食べ物四選、その4、揚げ物でした。 で、ここで少しね、こう、ちょっと映像を見せますけども、映像を見てもらうことで、こっちちょっと潜在意識に、ね、入れてもらおうかなと。で、まあ、プロセスドフーズですね。まあ、ここら辺は原型とどめてますけど、まあ、卵も大丈夫ですけど、まあ、ここら辺はちょっと原型とどめてないので、原型とどめてないものは、基本的に買わない。えー、という姿勢。で、安全かどうかというのをしっかり調べるということですね。まあ、こういうプロセスドフーズと、ということがあるんですけども、基本的にもう原型とどめてないので、 あのとにかく気をつけるということですね。ここら辺のものをあのいっぱい買ってこないということですね、まあ。まあ、基本は避けるというつもりでいてください。それはすごく大切ですね。で、まあ、お酒。まあ、その、お酒でね、その、ちょっと、えー、リラックスして、いろんな会話を楽しむっていうのはもちろん、あのいいと思いますけども、それもだから、その、家で晩酌しないときですね。ね、月にね、1、2回ね、こう、 会食しながらちょっと飲むのはいいと思いますけどもそういうあの毎日家で培ッ食するようなことはしないでくださいねあと白米これはね、えー、もうこれを主食にしていかないというですねこれをちょっと省いて白パンとか、ね、パスタとかねあのこれも全然あのちゃんとした栄養を取れないですよねえー、タンパク質は入ってきますけども,も超エネルギー炭水化物入ってきてちょっとまずいですよね まあこういったものはやめて、一回でちょっと豆をいっぱい食べてみてください。こ,こういうのを控えて。で、あと揚げ物、もうこれは毒です。もうこれはもう本当に月一回、一回ぐらいにしてくださいね。月一回もやんないでほしいという感じね。天ぷらもね、気をつけてくださいね。こういうグリル、ね。おいしいですけど、まあ、これ僕大好物で、ね、このステーキね、もう若い時いっぱい食べましたけど、今は本当に月一回も食べてないですね。でもたまに食べますよ。好きなんで。 まあ、そういう控えるということですよ。で、食べるときしっかり楽しむということですね。もうこれもやばいですよ。本当にこれ、この焼けてるね。で、まあ、こういう加工肉をもう、バーベキュー食もこれも超毒ですよ。まあ、これはね、しっかりと避けていくということですね。ということで。 まあだし書きなんですけど、あくまで言語情報を伝える目的で、えー、治療のアドバイスはないという,うですね。治療あの,寿命のある方は、主治医の先生と相談しながら治療に当たってください。えーでまあ、今日の日時なんですけど、今日は10月の21日ですね。18日に投稿したんで、まあ、短いのだったら週2回できるかな。今日は午後の8時の15分です。えーでまあ、最後に。 そうですね、まあ、心の健康ということで、まあ、心の健康というのは脳の健康ということで脳の健康というのは脳内物質のバランスホルモンのバランス自律神経のバランスということであの、まあ、ハッピーにいきましょうワクワクしながらいきましょうということで人生こう幸せになるためにありますということで、まあ、年齢で制限しないでくださいこのチャンネルは100歳プラスアルファ生きるって言ってるんでそこもずっとアクティブでいるということですね ロージンハイムホームとか入らないんですよ。周りのネガティブな発言に、えー、発言とか過去のネガティブな経験に左右されないで頭は動きます。体は動きます。時間はたっぷりあります。えー、で生かされてますね。えー、今日与えられた24時間というのは10代も100代も見ない。同じです。今日生まれ変わったと思って、その人生一度リセットして、自分の心の声にをか、えー、耳を傾けて、 10代、20代の時のように自分が本当に好きなこと、自分が幸せを感じられること、自分がワクワクすることをしながらちょっと生活してみればいいんじゃないかなと思います。人生に定年老後、老人ホーム、就活、リタイアはありません。まあ、趣味でもね、仕事でも何でもいいんですけど、ずっとあの活動するのがすごく大切ですね。100歳過ぎてもアクティブに活動している方たちがいます。100歳過ぎて研究者をしている人もいます。お店をまだやっている人もいます。えー 85歳で大学に戻って、博士号を取った方もいます。えー、もう本当にね、あの意識が高く、自分の体をしっかりメンテする、品質をしっかり、食の品質をちゃんと高めて、それだけ自分の体を作ってあげれば、自分の体もちゃんと高品質な体になりますので、ね、そういうふうにやってみればいいんではないかなと思いますね。えー、皆さんがこのチャンネルを見て、なるべく長く病気せずに、人生を楽しんでいただけ,だけたら幸いです。 ではまたビデオを投稿しますのでまたお会いしましょう。失礼します。